はい、皆さんこんにちは、浦岡です。この番組では皆さん気になる商品を5分で分かりやすく紹介していきます。毎日更新していますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。なお在庫確認やカスタムのご相談はパドック店頭まで直接お願いします。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。さて、今回ご紹介するのはプロが勧めるサバゲーデビューエアガン装備一式紹介、総額いくらということでご紹介していきます。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。さてさて、続きましてですね、やっぱメインウェポンがあったらセカンダリー、ハンドガンもね、やっぱ持ってたいですよね。あと最近のフィールドさんだと、まあハンドガン戦とかもねあったりするので、一応ハンドガンね1個持ってた方がいいなと思うんですけれども、まあ種類はね正直まあ好みです。一応ね、今近場にあったんでこちらをチョイスしました。東京丸 USB コンパクト、パドック販売価格は 14,680 円となっております。まあまあまあ、この辺持ってたら間違いないでしょうということで、こちらと、あとスペアマガジンがですね、東京丸 USB コンパクト用スペアマガジン、パドック販売価格が2622円となっております。やっぱね、ハンドガンを使うんだったらホルスター必要っしょ。あのメインウェポンとこうセカンダリでね、ハンドガン腰につけとくとかっていう場合用に、こちらがアモマックスポリマーホルスター USB 用、パドック販売価格が1782円となっております。でなおかつ、やっぱサバゲーだと腰よりもちょっとこうね、レッグとかね、足につけたりとか、まあいろいろこうちょっと高さはね調整できるので、皆さんのね好きな位置にしてほしいんですが、こちらがアモマックスドロッププラットフォームレッグホルスターアダプターとなっております。こっちね、アダプターだけ、これが3762円と。でこれのセットでね、ここにつけることができるので、これでハンドガンをね携行してもらうという形です。そしてですね、まあガスガンなんでガスが必要です。ガスガン用フロンガスサンダーシュート、パドック販売価格が1840円となっております。まあこちら今ねちょっと在庫のあるすぐ手元にあったやつを持ってきたんで、まあいろんなガスまた出てますんでね、そちらも選んでいただければと思います。あとはやっぱこう BB ローダー必要です。このマガジンにね一個一個こう手込みをしてるとね大変なんで、BB ローダーってね、簡単なものがねこうジャラジャラって入れられる、カチ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 って入れられるやつがあるんですね。こちらの方も大小あるんですよ。こっち大きい方なんですけど、もう大きい方買っといた方が間違いないです。ちっちゃいのもいいんですけど、普通に使えるんですけど、やっぱいっぱい入るんでこっちの方が、後々結局はこっち買う人が多いかなと思います。こちら東京丸 BB ローダー XL、 パドック販売価格は1959円となっております。はい、ここまででセカンダリーハンドガン編ですね、ここの小径が26,645 円となっておりまして、前編のエアガン編と合わせて 119,692 円となっております。次回は装備編やっていきたいと思います。総額いくらになるのかお楽しみに。